はい、みなさん、こんにちは。はい、今日はね、七分石八幡神社さんの鳥居いうところですね。彼岸花の名所ですね。このようにね、咲き始めてきてますんでね、ここはまた撮影スポットになると思いますんでね。これ一斉に咲いたらほんま綺麗やろな、これ。よいしょ。よいしょ、ね、ねえ、不思議やね。ちょっとで車止めるとこありませんのでね、ちょっと道端に止めましょうね。ちょっとの間ブラシのゴミのこの足ね、足元でもよく出てきてるからね、ちょっと気をつけて。よし、あれ、どっかから登っていく方法あるのかな、ここにね。ちょっとこっから登れそうにないな。もう一回戻りましょうか。よいしょ、この辺からこう登っていこうか。ちょっと階段、誰か登ったみたいな跡がある。よし、よくしょ、下見ても、下見ても、よっしゃけど、あ、いたった。どっからか登るとこあるのかな。いたった。あ、いた。よいしょ。ちょっとカメラ止めましょう。はい。もうこけまくってね、手が傷だらけになるね。痛い。よいしょ、登るとこあるのかよ、これ。ほんまにね、ちょっと上から見てみないと分からへんもんね。こっちに回り込んだとしても、あ、それでも、ああ、もうネットが張ってあるからね、こなして。ここ、めっちゃ咲いたら綺麗とは思いますよ。この辺咲いとるからね。どっから入ってこれんやろね、これ。鳥居はあんねんけど。ああね、よいしょ、よいしょ。この辺から見上げたら綺麗かな。この前の桜の木が邪魔やな。うわ、どっからも入られへんかった。あっ、ねえ、これ人の家の庭かな。ちょっとよわかれ。よいしょ、ちょっと登ってみたいな。どないなってんのか。ネットがあってあるから入られへんでしょうかね。はい、ちょっと登ってみましょう。またこけそうだ。ちょっと、よいしょ。ああ、上はこんなになってますね。こっから登ってこれるのか。あ、こっから登ってこれますね。うん、ここから登ってきてください。よいしょ。ね。よいしょ。
一周。やっぱこう下から見上げた方が綺麗よな。まあ上からの眺めもええけどね。そんなまだこの辺からなんぼでも出てくるんちゃう。この下なんかもこれね、ちっちゃい目の余計出てきてますでしょ。ずっとね。はあ。ちょっと鳥居の変額だけ映しとこう。こんなところでうろうろしとったら下から見たら、おかしいな。八幡神社ってなってるわ。ね。ここも登れるのに、こっからも登れるのに一応なってるのか。あ、こっから下に降りて下から映せるようになってるのかな。よし、もうちょっと。前が一斉にあれ、日が暮れたら綺麗けどね。これぐらいの、でも咲いとってくれたらいいけどね、下に。まだつぼみですわ、こんな感じで。ね。はい、そんな感じでしたね。はい、今日はね、下石神社さんのね、彼岸花の鳥居ですね。ということでね、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちょっと途中でこけたりしてね、あれでしたけど、またよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。